トマベ知識認定コーチの西村です。本日は逆腹式呼吸その2です。なんか逆腹式呼吸のご説明もう一回してくださいって言われました。逆腹式呼吸はリラックスするための呼吸法です。アファメーション唱える前にやるとアファメーションの効果上がると思います。あと瞑想するときに逆腹式呼吸で呼吸整えるととてもうまくいくと考えますので、ぜひ身につけると便利です。やり方なんですけど、お腹をですね、この辺を吐くときにふーって緩めるだけです。普段息吐くとお腹なんかそのままっていうかへっこむようなところを息吐くときにふーって緩めるだけです。息吐くときに緩める。で、吸うときはあんま意識しなくていいんで、で別に普通の口の形でいいですよ。で、ゆっくり呼吸してって感じで、この胸の下のラインを脱力するような感じです。一番最初練習するとき、女性の方ワイヤーブラしてたら一回外して練習した方がいいかもしれないです。脱力するときに緩むんだって感覚ですね。あとは普通に時間経ったらその意識、呼吸意識しなくても慣れたら 2,3 分までいかないので、逆腹式呼吸できてリラックスしたなと思ったらあんまり呼吸意識に上げなくていいと思いますよ。あとはその瞑想とかしてるときはあんまり呼吸浅くならないように、ちょっと脱力意識してやっていただければいいと思います。ぜひトライしてみてくださいね。